皆さんこんにちは、なばかけ学べチャンネルでございます。今私いるのは徳丸駅です。ここがですね、山陰地方で一番最後に新しくできた駅です。ここをスタートとして鳥取、それから島根にある山陰地方の駅すべてを紹介していこうと思います。というわけで一番最初に紹介するのはこの徳丸駅です。今日ご紹介するのは69番徳丸駅です。若狭鉄道若狭線の中にある駅です。風光明媚なこういった場所にあるんですね。さあ、徳丸駅の場所ですけども、この若狭鉄道のここの場所にあります。鳥取県全体だとこの場所で、徳丸駅周辺の地図ですけども、この中心付近にあるのが徳丸駅で、この周りは完全に畑です。さあ、徳丸駅の中入っていきましょうかね。この徳丸駅の駅前って言ったらいいのかな、徳丸フルーツ広場といって、まあ、駐車場みたいな広場が広がっています。で、このバリアフリーのこの道を抜けていくと駅舎に入っていくわけです。駅舎なのかな、このデザインですね。この駅のデザインは水戸岡英治さんが、設計したものですね。これ同じものが八津高校駅にもあるんですよ。で、時刻表とか見ていただきたいんですけど、これちょっとかっこよくないですか。これ料金表もそうですけどね、かなりかっこいいデザインになっています。で、これ隣が料金表ですね。倉吉まで載ってますね。で、これが徳丸駅のこの説明文ですね。そう、若狭内では一番新しい駅なんです。まあ、というか鳥取県全体で一番新しい駅なんですけどね。さあ、そして、これ写っているのはヤズですかね。ヤズというこれ観光列車の車両です。で、徳丸駅の駅名表ですね。さあ、徳丸駅ですけども、2002年3月23日開業、一面一線の単式ホームです。で、この駅もちろん無人駅でして、1日の乗降客数は32人となっています。で、この徳丸駅ですけども、八頭駅からは 1.8 キロ、丹比駅からは 1.9 キロ、高原の0キロポストからは 11.6 キロの地点にあります。これ、向こうに見えるのは道の駅八頭ですね。こういったですね、本当に自然に囲まれたところですね。で、これ、徳丸フルーツ広場ちょっと見てみますと、これ、ガードレールのところ、これ、リンゴですかね。はい。そして、トイレが、なんか液体のような感じですけど、これトイレです。こういうのがあるだけなんですね。さあ、それではちょっと移動してみましょう。道の駅八頭の方に移動してみましょう。道の駅八頭は徳丸駅から歩いて10分ぐらいでしょうかね。さあ、この看板ですね。はい、道の駅八頭フルーツ総合センターです。まあ、とにかくこう建物はまああれですけども、こういったこれリンゴのキャラクターですね。これは旧八頭町の頃から多分いると思います。ちなみに八頭町というのはですね、この八頭町ですかにあった、以前あった、いわゆる町の名前ですね。八頭町と高家町と船岡町が合併してできたのが現在の八頭町です。リンゴ、ぶどう、梨と、それから柿ですね。はい、4つのキャラクターがいます。では中ちょっと入ってみましょう。もちろんこれフルーツたくさんあるんですね。はい、これは梨ですね。で、ちょっと歩いていくとこういったお土産物なんか持っていて、で、こういった木工細工もあるんですね。あ、ちょっとこの辺りはちゃんと映せてるかな。はい、この辺りは柿のこうものもあって、そう、はやぶさが置いてあったんですよ。はやぶさっすよ。
あのはやぶさ駅があるから、はやぶさのねこういった機体を置いてるんですね。でこれ、僕はあんまりバイクは詳しくないんですけども、これは CSX ですか。一応全然バイクわからないけど、スズキのバイクですよね。あのはやぶさ駅の近くに川崎神社なんてあってね、あのライバルメーカーの名前の神社があったりしますけどね。あのこれナンバーが、これ後で気づいたんですけど、8823ははやぶさっていう名前がついてるんですね。あのこの辺ちょっと芸が細かいなと思いましたね。でこの後奥にはあのはやぶさのこうプロモーションビデオなんかも流れています。で一角にですね、すごい結構大規模な若狭鉄道コーナーっていうのがあって、あの若狭鉄道で実際使っていたものがかなり、これ実際売られてるんですよ。まあ上のヘッドマーク売ってませんけど、結構いろんなものがあって、これ踏切の音が出せるやつですね。でこの左にあるのがこれ、信号機ですよ。でこれちゃんとね、電源入れると赤信号つくんですよ。で上はちゃんと青信号がつくんですよ。これ売り物ですからね。僕には丹比駅の昔のこういわゆる駅名標ですかがあったりしますね。あとは硬券が1枚100円で売ってて、これあとは列車の運行表ですかね、あったりします。これは若狭から丹比行き、これ隣の駅に行くんですね。240円、あんまり値段変わってないですね。でこれは、いわゆる、なんだプラレールのやつですかね。あと線路の駅、まあこれは有名ですよね。あと聖望とかですね、これタブレット交換の時に使う、これタブレットですよね。こういったのも売ったりして、あとはあの端子もね、地上紙も売ったりしてますね。あとははやぶさグッズが売ってたりしてですね、いろんなものがこういったお土産物をたくさん置いてあります。あと写真が結構あるんですよ。あのこれは雪の中のね、若狭鉄道、これ今絶対見れない三連の観光列車三連の写真ですね。それからこれが、12系客車と C12 だったかなの機関車と、後ろがですね DD16、すごいですよね。これが運行してたんですよ。これは確か試験運行ですけどね。はい、で次ちょっと移動してみましょう。徳丸ドントをちょっと見に行きましょう。徳丸ドントって一体何だって話なんですけどね、この辺りちょっと見てみたいと思います。はい、徳丸ドントまで移動してきました。ここはですね、浸水公園みたいになってて、あちなみに駐車場もあります。でこれ今ですね歩いてますけど、これ今見えているのは八頭川ですね。すごい水量ですよね。さあそして見えてきたのが、奥に見えるのは第二八頭川橋梁、そして手前に見えているのが徳丸ドントというところです。ここはですね、鉄道写真のスポットとしても有名ですね。これだけのですね大自然、自然に囲まれた、これもう本当に若さという感じですよね。こういった自然の中を走るのが若狭鉄道です。というわけで、徳丸駅ご紹介いたしました。いいと思った方はいいねボタン、それからチャンネル登録よろしくお願いいたします。次回は一畑電車松江フォーゲルパーク駅です。